まあ、千と千尋の舞台ね、あの4人になったじゃないですか、お宗ちゃんとカンナちゃんプラス2人、河合さんと福地桃子さんね、まあ、この2人がプラスされたんですけど、まあ果たしてうまくいくのかっていうのを占ってみようかなと思いますけど、福地桃子さんってこの人は初めてですかね、あのお姉ちゃんとかと共演するのは、共演っていうか絡むのがね、運勢的にはですね、あの運気的には結構いいんですよね。2026年までいいので、今回も2024年ですかは全然問題なくいけると思います。河合さんなんですけど、河合さんは河合さんね、結構ねジグザグな星なんですよね。2025年がめちゃくちゃ悪いで、2024年だから来年はいい、まあ普通です、普通ですね。2025年めちゃくちゃ悪くなるで、2026年がめちゃくちゃ良くなるっていうね、すごいジグザグしてて強い星なんですよね。かなり強い星、欲しいものは何でも手に入れるっていうのは星なんですよ。まあなので、なんですか、 AKB でもねかなり人気あったし、すぐ辞めて女優になってもかなりね実力派になってるんで、結婚もねうまくやってるじゃないですか。まあ大体こう何やってもうまくいってるのはやっぱ相当な強運を持ってる星なんですよね。ただモネちゃんとは相性悪いっすよね。カンナちゃんとはまあまあいいんですけど、モネちゃんとは相性悪い。あのカムカムエヴリバディでも実質的な共演もなかったっすよね。森山良子さんと共演はしましたけど、安子の役でね。ダブルキャスト、カルテットキャストってわかんない、4人キャストなんで、被ることはないので、一緒に出ることはないので、まあいいと思うんですけど、福地桃子さんとモネちゃんは、相性はいいですね。あの、友達としていいと思います。あの、普通に合うと思いますね。なんかロンドンのビジュアルももう今日発表されたんですよね。ロンドン公演公式ビジュアルってやつね。女優の上白石萌音と橋本環奈がダブルシーンを務め、ロンドンウエストエンドにて上演される舞台千と千尋のロンドン公演公開ビジュアルが解禁された。4月30から7月20までロンドンウエストエンドでの初の海外公演、東宝株式会社制作、PW プロダクションズ共同制作にて行うことが決定している。劇場は約2300席の観客数を誇るウエストエンド最大級の劇場、ロンドンコロシアム、日本人キャストによる日本語での海外上演としては演劇史上最大規模、また東宝株式会社主催公演としても史上初の試みとなる。2020年初演からオリジナルキャストである千尋役の橋本と上白石のロンドン公演出演は決定しており、この度ロンドンの公演の公式ビジュアルが完成した。千尋とハックの竜の姿をモチーフにしており、この公式ビジュアルがロンドンウエストエンドの街に展開されるって書いてあるんで、まあロンドンはこの2人って決まってるんですよね、ってことですよね。だからまあなんかだから予想通りというか、帝国劇場とロンドンはモネカンで、それ以外を河合さんと福地桃子さんでやるっていうことになるんですかね、やっぱりね。でも僕の予想では、モネちゃん、橋本環奈ちゃん、このモネカンがいなくなる、出てこないってなると、まあ一気に僕は、なんだろう、人気っていうんですか、この演劇の人気が僕は、落ちる気がしますけどね。チケットがいきなり取りやすくなるんじゃないかと。特に福地桃子さんのあたりとかって僕は取りやすいんじゃないかな、チケットって思いますよね。やっぱり橋本環奈、上白石萌音ってのは別格な気がしますけどね。ただ福地桃子さんも河合さんも運勢的には2024年はいいので、大丈夫だと思います。